三内丸山遺跡センター保存活用課の加藤と申します。第2部特別研究推進事業円筒土器文化における集落の実態を探る時期差・地域差・存続期間の比較研究の成果報告を始めます。土器形式ではない時期差や地域差を表す属性を遺構や遺物で抽出し、地域ごとの変遷を整理することによって円筒土器文化圏における集落の特徴について比較検討を試みるという目的のもと、平成29年度から昨年度まで北海道、青森、岩手、秋田の集落構造が把握できる遺跡について竪穴建物跡のデータ収集を行ってきました。円筒土器文化とは、今から約5900年前から4800年前の縄文時代前期の中頃から中期の中頃にかけて北海道、青森県、岩手県、秋田県で見られる縄文時代の地域文化の一つです。今年度からは竪穴建物跡に続いて土工墓と埋設土器についてのデータ収集を行い、円筒土器文化における集落の実態を探っています。今年度は青森県内のこちらの22遺跡から抽出した土工墓について分析を行っています。発掘調査報告書から抽出した土工墓について長さ、幅、平面の形、断面の形や出土遺物などの特徴を整理しました。整理した土工墓についてこのような情報をもとに資料カードを作成しました。こちらの表は土工墓を作られた時期ごとに平面の形を分類したものです。前期のものは青森市の三内丸山遺跡、新町の遺跡、石江遺跡、津軽市の牛方かっこ1遺跡でまとまって見つかっています。中期のものは三内丸山遺跡、牛方かっこ2遺跡、七戸町の二つ森貝塚、六ヶ所村の富の沢かっこ2遺跡などでまとまって見つかっています。前期の土工墓は円形や楕円形の形に作られるものが多く見られます。前期の末頃になりますと長楕円形の土工墓が作られ始め、中期には長楕円形が増えてきます。こちらは抽出した土工墓の長さと幅を表したグラフです。前期のものは長さと幅が1対1に近い傾向が見られます。中期のものは2対1に近い傾向があり、単軸がだいたい1メートルに収まるものが多く、長楕円形の形を取るものが多くなっているのがわかります。次に各遺跡での土工墓のあり方について見ていきたいと思います。こちらは青森市の石江遺跡です。石江遺跡では古くは約5800年前の縄文時代前期中葉の土工墓が見つかっています。円形や楕円形を基調とした墓が作られており、墓の底面にピットや溝が見られるものもあります。土工墓はまとまりを持って作られており、近くには道路上遺構が発見されています。また土工墓からは石族や石さじ、磨製石斧といった石器がまとまって出土しており、副葬品と考えられます。次は津軽市の牛方かっこ2遺跡です。こちらでは道路上遺構に沿って長楕円形の墓が列状に並ぶ様子が見られます。時期は今から約5400年前から5200年前の縄文時代前期末葉から中期前葉です。この時期には津軽平野、青森平野では列状にお墓を並べる意識があったことが考えられます。次は七戸町の二つ森貝塚です。二つ森貝塚では道路上遺構にきれいに沿った配置は見られませんが、道路上遺構と土工墓が近い場所から見つかっております。こちらは今から約4800年前から4400年前の縄文時代中期紅葉の土工墓です。次は六ヶ所村の富の沢かっこ2遺跡です。富の沢かっこ2遺跡では約4900年前から4400年前の縄文時代中期中葉から紅葉の土工墓が見つかっています。土工墓は列状に並ぶまとまりが3つ見られます。青い円の墓列と赤い円の墓列には墓の並べ方に違いが見られ、長軸方向が異なって配置されております。
次は八戸市の松ヶ崎遺跡、旧西長根遺跡です。こちらは今から約4800年前から4600年前の縄文時代中期紅葉の集落です。調査区南側に土口墓が列状にまとまりをなして見つかっており、長軸方向が異なって並べられているのが見られます。以上、青森県の円筒土器文化期の土口墓の傾向として、縄文時代前期の津軽地域では平面形が円形や楕円形の墓が作られ、土口墓に副葬品が多量に伴っている例が見られる。中期になると県内全域で長楕円形の土口墓が見られるようになり、集落内に列状に配置される例が増えるという様子が見られました。今後、北海道、岩手県、秋田県の土口墓についても分析を行い、比較をしながら集落の実態に迫りたいと思います。以上、第2部の特別研究成果報告を終わります。